こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。今日は副業で Amazon 輸出で稼いで法人設立している人は例外なく現状の仕事に不満や不安があったというお話です。よくね、私でも Amazon 輸出で稼げますかという質問をいただくんですけど、正直、これだけだとね、何とも答えようがないというとこです。ただね、今、ね、どんな仕事やっていくらぐらい稼いだことあるか。で、それからね、今までの趣味等を聞かせていただければ、ほぼ、正確に見込みの金額がわかるというのはあります。ですんでね、電話相談、無料で45分間電話相談してますんで、そちらの方で、いくらぐらい稼げそうかご確認ください。で、この、ね、不満がある人ほど稼いでるってどういうことかというと、例えばね、満員電車に乗るのが非常に嫌だと。ね。あるいは会社いじめや雇用癖がある。人によってね、態度を変える上司がいると。これちなみにね、ミュージックビデオの1シーンなんですけど、アメリカでもね、やっぱね、仕事嫌だなってこう、なんかね、魂抜けちゃったような、ね、仕事してる人っていっぱいいるということですね。あと、やる気のない人が多いとか、人間関係の問題ばかり起きる。そう、当たり前ですね。逃げ場のない、逃げ場あるんですけどね。逃げ場のないと思っている会社でね、やっぱりこう、人間関係嫌だというのは非常にあります。あとね、そこそこね、きつい仕事だと、ましてやね、飲食関係とかサービス業だと、休みがないとかね、そういうのはよく聞きますし、あとね、休みなんか働いて残業代が出ない。今よく話題になってますね。ヤマト運輸とかなんやかんや話題になってますけども、いくらでもあることです。で、またまたこれも違うミュージックビデオのシーンなんですけど、会社に行くのが嫌でね、朝こんな感じで起きててね、歯じゃなくて顔磨いちゃってるというようなのもありますしね。こうなっちゃう前に、もう副業始めてね、会社辞めちゃった方がいいというのがね、私のアドバイスというか、そんな感じです。中にはね、そこそこ給料はいいという会社の場合、いきなり辞めちゃうのもね、もったいないしリスキーなんで、Amazon 輸出であれば副業で始められると。ね、で副業で始めて、そこそこっていうかね、本業の倍稼げるようになったから、会社辞めますとかね、いうケースもね、よくある話ですから、会社に不満を持ってると。このままじゃダメなんじゃないか。ね、会社を辞めたいとかね、いう不満がある方は、はっきり言って Amazon 輸出で稼げる素質かなりあります。で、今始めるとね、稼ぎ時のホリデーシーズンに、余裕を持って、売れて儲かる商品を準備して臨めると。あるいは、アマゾン輸出ね、おそらくね、今まで、経験したことのないような、美味しい市場なんですけど、アマゾン輸出がオーストラリアの市場でできるというのもね、非常に、大きく儲けるチャンスなんで、今から始めて、ね、サラリーマン生活を脱出する、希望というかね、第一歩にされてはいかがでしょうか。31日までね、Amazon 輸出のサポート会員を募集してます。で、その前に、サポートね、入会する前に、どういうサポートをしてるのか、ね、いくらぐらい稼げるのか、その辺をご確認いただければと思います。私の方もね、お聞きして、サポートを受ければどれぐらいの、ね、稼ぎは期待できますと。あるいはね、場合によってはサポートをお断りするかもしれませんけど、今まで、何人かこのね、無料相談始めて、大変好評です。30分だとね、ちょっと話を聞いてるだけで、ほぼ30分経っちゃう場合が多いんで、時間を45分に伸ばします。45分間ね、無料相談、お受けしますんで、こちらのね、青いとこをクリックしてですね、お名前とメールアドレスと、あと、題名を30分無料と、ね、30分無料といっても45分やるんですけど、書いて、第1、第2、第3希望の日付を書いてですね、送信ボタンを押してお送りください。少なくともね、今持ってるスキルで、稼げそうかどうか、見込みがあるかどうか、その辺の話はできますんで、なんか副業やりたいなという場合はね、何やるんだかわからない、怪しい、高額塾入ったりね、どう考えても、無茶なね、クリックするだけでとか、お金入れるだけで稼げるというような話に乗って、大損する前に、普通に日本にある、ね、身の回りにあるものを、
アメリカ、あるいはオーストラリアで売ると高く売れるというね、わかりやすい、まっとうなビジネスに、チャレンジしてはいかがでしょうか。ご相談お待ちしてます。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。